皆さんこんにちは、しもんチャンネルです。今日のこの動画では大胸筋の下部を、鍛える種目方法を、紹介しようと思います。今僕は、トレーニングが終わって、プロテインを飲んでるところです、なので飲みながらちょっと皆さんに種目とかを紹介していこうと思います。で、まずはじめに、下部を強化したいと思った理由なんですけど、メンズフィジークの試合に出てみて、大胸筋もちろん上部も大切なんですけど、下部がある人は腹筋とのこうメリハリというかがこう出て、特にこうステージで入るんじゃないかなって僕が思ったのが、きっかけで今大胸筋下部を鍛えてます。下部がある人はすごい綺麗な形しててすごいかっこいいですよね。で、まず初めに、変えたこととしては、種目の順番で、一番最初にどちらかというと重量を扱うようなベンチプレスっていう種目を今置いてるんですけど、その後に、下部を使う種目っていうのを持ってきました。今までだったらインクラインダンベルプレスとか、ちょっと王道なルーティーン、種目の順番なんですけど、今僕はまず初めにディップスを持ってきてます。でディップスがすごくおすすめで、めちゃめちゃいい種目です。なんでいいかっていうと、1つ目が胸にこうストレッチをかけられる、十分にこう胸を伸ばすことができるので、胸のこう輪郭、下部がこう伸びる感覚、胸のこう輪郭が良くなっていくっていう感覚を一番僕自身得られる種目なんですよね。で、1つだけ注意してほしいのが、上腕三頭筋、二の腕に効いてしまうっていう人が、ディップスではいて、僕ももともとそうだったんですよね。その時にも意識してほしいのが、肘をこう伸ばすような動作にならないように、上体が起き上がる人はそういう風になっちゃうんですよね。なのでちょっとこう前傾を意識して、上体のこう前傾がこう崩れないようにグリップを押し切るっていうのを意識するとすごく、胸の下部に入ります。あとはもう一つディップスで僕が意識しているのは、肘をこう伸ばしきらない、ロック、完璧にこう伸ばしきると胸からの負荷が逃げちゃうので、どっちかっていうとこう下で動くような感じ、フルレンジなんですけど、下の範囲、下ってちょっと分かりにくいですけど、地面寄りですね。で、動く、で負荷を抜かないっていうのを意識してます。あとは僕が、下部を強化しだして変えたのが、ダンベルフライのやり方で、今までは結構オーソドックスなやり方で、やってて、軌道としてはフィニッシュがダンベル同士が向かい合った、こういう感じ、向かい合ったまんまフィニッシュだったんですけど、今ここの下部を強化するために、ダンベルフライの一番最後の、収縮の、動作を、下部を強めるためにちょっとこう小指同士を近づけてあげるっていうのを今、やっててダンベルフライに取り組んでます。でこれをやると、パンプした時に特にこう下部を意識できるんですよね。普通のダンベルフライですと、ぐーっとこうストレッチしてきて、どちらかというとチューブとかこう全体を使うイメージなんですけど、回すことで特に下部を、使うことができます。でもちろんインクラインも大切で、僕も弱点で、やっていかないといけないんですけど、優先順位を考えてコンテストに出場する、コンテストに出るときにみんなこう限られた時間なんですよね。なのでこうどこを強化するかって決めて、そこにこう特化したトレーニングをやっていくのが、かつ審査される体、理想の体への近道につながるっていうのを
が僕の考えです。で、まあ、全部足りないっていうのはあって、やっぱ強み弱みとかはあるんですけど、まずはそこを強化したいっていうのが今僕のこうテーマになってます。なのでちょっとこう大胸筋のトレーニングのルーティーンはちょっと変えて取り組んでます。あとそのさっきのトレーニングの順番ルーティーンに関してなんですけど、まずはじめに重い重りを使うような種目、ちょっとレップ数が低いような種目なんですけど、その後に、まあ、大体10レップぐらいっていう種目を持ってきて、最後にこうパンプさせるような種目、ちょっと回数が12回とか他の種目に比べると多くなる種目をやってるんですけど、ケーブルフライ、これも、まあ、中部上部っていうのもやることはあるんですけど、下部を特に意識するっていう方法を取り入れてて、まあ、ちょっと収縮の、ポジションが変わるんですよね。まあ、ここだとチューブなんですけど、まあ、ケーブル自体がちょっとこう下に行くような軌道、まあ、大胸筋の下部、ここの輪郭をはっきりさせるために、まあ、下部をしっかり使うような、まあ、ケーブルフライっていうのもちょっと試行錯誤しながら、研究してるんですけど、すごく効いている感じがあって、引き続き取り入れていきたいと思うんですけど、まあ、それも僕が、大胸筋下部を、まあ、鍛えるために、まあ、取り入れた、種目の一つです。で、まあ、最後に最近大胸筋を鍛えるために取り入れた種目で、まあ、皆さんにお伝えしたい、これをやった方がいいよっていう種目があるので紹介します。それが、プルオーバー。プルオーバー意外と有名で、名前を聞くと皆さん知ってる種目なんですけど、意外とやってる人って少なかったりするんですよね。フォームとかも知ってるんですけど、やらない方が多くて、僕もそのうちの一人でした。まあ、ただパーソナルトレーニングとか受けに行ったり、まあ、いろんな海外の人とかの動画でこう勉強する中で、まあ、やってる人がいて、まあ、その中でもアーノルド・シュワルツネッカーはすごい大胸筋をしてて、まあ、彼もプルオーバーをやってるんですよ。まあ、やってて、昔やってて、そういう動画をまあ拝見して取り入れてます。であれはなんかこう重りを無理に使いに行くっていうよりかは、自分のできる重さでこう使ってあげる、大胸筋、小胸筋の中なんですけど、を使ってあげるっていう、まあ、イメージ、意識で取り組んでます。プルオーバーすごくいいです。プルオーバーをした後はなんかこうパンプっていうか、こう中からなんだろう、こう張ってる感じ、なんだろう、ちょっと表現しにくいんですけど、こう厚みが出た感じがするんですよね。まあ、なんかイメージで申し訳ないんですけど、まあ、するので、プルオーバーも取り入れてますっていう感じが、まあ今の僕の胸のルーティンです。まあ、すごく苦手な部位で、他の人よりなんだろう、劣ってる、見た目で劣ってる部位なので、まあ、だからこそ人一倍こう種目選びだったり、まあ、セットの質とかを上げていくべきなので、まあ、こういう動画をちょっと撮ってて、まあ、少しでもそういう胸がこう弱点で改善したいっていう人に、のまあ役にこの動画が立てばなと思います。まあ、少しでも参考になったらと思います。まあ、フォームだったり、種目選びに関して皆さんもなんか意見があったらコメント欄で聞かせてください。この種目がいいとか、ぜひコメント欄の方に、お気軽にお書きください。はい、ちょっと夜で、今6時ぐらいだった、寒くなってきたので、この辺で今日の動画は、終わろうと思います。この動画少しでも役立ったり、好きだったら、LIKE のボタンも忘れずにお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。May change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through.